さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていく将棋は竜王戦の挑戦者決定戦第1局ですね。3番勝負で2勝した方がタイトルに挑戦できるという将棋で、今回は先手羽生善治九段対後手丸山忠久九段で見ていきましょう。いやー、丸山九段はね、やっぱりあの藤井聡太を倒して上がってきたということと、で羽生先生は、羽生九段はやはりこの竜王戦挑戦者になってタイトル取れば、タイトル獲得通算100期と、今99回取ってるんでね、それが100になるというね3桁ですよ。素晴らしい記録に挑戦されているということで、まあ後手番の丸山九段は角換わりのスペシャリストなので、先手はもう用意してきてますね。端歩を早めについているということで、用意の作戦ですね。早繰り銀で、早繰り銀が威力のままね、仕掛けることができるようにしたというのが端歩をついた効果で、早速仕掛けていきましたね。まあ、本譜は飛車を回って受けてきたんですけども、仮にこう進んでいった場合、なんで端歩がいいのかというのを見ていきましょう。端歩を突き合っていると、ここでね、銀交換した際に、本来であれば後手から1五角と打った手が王手飛車取りになるんですが、端歩を突き合っているおかげでこの角が打てないというのが、早めについた角、端歩の効果で威力のまま攻めることができるということですね。でそれに対して本譜戻りまして、ここで飛車を回って受けてくるということで攻め合ってくるんですが、いやー、ここは激しい変化を選びましたね。で踏み込んで、で前例ではね、これ銀3なんだと引いてたんですが、ここをぐんとね前に出ていったということで、チャレンジですね。多分用意してきたのか、やってみたかったものなのかということで、まあ一手損、後手なのにさらに一手損しているので、まあちょっと駒組み含めて遅れてるでしょうというのを咎めていきたいんでしょうね。多分なんかあったんでしょうね。でただこの5五角がかなり厳しいかなと思ったんですが、ここぐっと4六歩で受けると、いやギリギリですね。これちなみに、あの受け方として3七歩って打ってしまいたくなるんですが、これはあの3六歩と打たれてしまうので、まあ、ここぐっと突っ張った指し方でいきましたね。で角の逃げ道を作る6五歩と、で、まあ、一応ここいや取れるんじゃないのって方いると思うんですが、これはね、飛車を歩で叩いておけば、こう叩いておいて、この銀上がればね、この角が取れてしまうので。まあ、ということで今回は本譜はね、こう6五歩と角の逃げ道を作って、で先手は角を追い払っていくんですが、さらに角を目標に、ね、攻めていきましたね。でここ王様6二玉と、仮にここまあこうね取り込んできた場合は歩を叩いておいて、飛車を引いた際にここにね角打てるんでね、この6三の銀が浮いているというのと、2三に角なってね、2枚替えという筋があるということですね。ので本譜戻りまして、王様6二玉と6三の銀に紐をつけるということで、でさらに角を追っていくと、いや先手としては攻めの姿勢をねどんどん進めていくという作戦でしたね。でここをふわふわっと捨てておいて、まあ、銀を立ち上がっていきました。でまあここの瞬間ですね、まあ、後手からも反撃をしていくということですが、先手は構わずね突進していきますね。まあ、後手としてもね角を逃げているという場合じゃないので、歩成りで勝負で、先手はね駒得、まあ、銀と角の交換に成功しましたが、代償としてはあのと金が4七ととできているので、いや玉頭にこのと金できて怖いんですけどもね、なかなかすごいこの対局感でしたね。まあ歩でね飛車先を止めておいて、でそこから先手は8二角と打って攻めていきました。まあ香と銀の両取りですね。まあ6四の銀を取られてはいけないということで、7三に桂馬を跳ねていきました。いやーそこで歩を叩いてね、王様王手していくということでしたね。でまあ王手をかけて、ここで先ほど言った筋と似てるんですが、2枚替え筋飛び込んでいきました。いやーただしここでやっぱりね反撃きますよね、後手からも反撃。いやこれ厳しいなと思ったんですが、あっさりと清算していきましたね。でまあ拠点はなくなったにしろ、まあ王様にね守り、先手玉守り駒がないので、まあ一発叩かれてということで、ここでじっと6二金が素晴らしかったですね。自玉を固めつつね、まあ香取りも防いで、で
さあいざ先手に手を渡されてみると難しいなということですよね。いやーすごかったな。まあここで攻めの手を休めるわけにはいかないということで4三銀とねじ込んできたんですが、ここの4九角がいやー急所ですね。取ると頭金で詰んでしまうので、かといってこれを放置すると拠点ができてしまう。なので上部脱出できないかと逃げていったんですが、ここで銀が出てきて4五銀で強撃の体勢になってしまったということで、まあ、3二竜と入ってしまったのがこれが決め手で、まあ、4三飛車と銀をポロッと取られてしまって、ここで5八銀から詰んでしまうということで、ここで投了になりましたね。先手としてはちょっと誤算があったんでしょうね。まあ詰み筋は見えないわけではないので、まあこれはどこ逃げても詰むので、まあ投了追加パッと見ていきましょう。まあ、こっち逃げたら金ですね。金から追っていけば角道が効いているのでね、積んでいくということで、まあこうここまでやっていきますか。積んでしまうということで、まあ、こっち逃げたらこの桂跳ねがぴったりということですね。いやー素晴らしかったですね。いやーあっという間なんですが、やはり8二角からの攻め、この投了図見るとうまくいかなかったのが残された、角がねちょっと働かなかったので、ちょっとそこが先手としては誤算だったのかもしれないですね。あとはまあ積みを、そうですね、もっと何か味付けてからなのか、もそもそも8二角じゃない違う手があったのかというところは検討されてましたね。まあ、ここ8二角じゃなくてここで3六角とかですね、例えばまあこういう手も検討はされてましたね。まあ、角が働く展開になるかどうかということであったんですけれども、いやそれにしてもやっぱり先手のやはりねこう一手損を咎めるというか、もう後手なのにさらに一手損しているから、その隙にもう一気に攻めてしまおうというこの勝負のね選択を、この挑戦者決定戦に持ち込むこの激しい展開、そしてそれをね丸山九段が冷静に咎めていったという見応えのある将棋でしたね。いやー3番勝負で、まあ、これで丸山九段が1勝したので、次勝てば丸山九段がタイトル出るし、羽生九段が次勝てば3番勝負で決着がつくということでね、目が離せないタイトル戦の挑戦者決定戦になるんではないでしょうか。ということで明日はね藤井聡太ついに王位戦がねあるんで、それも見ていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録などしていただけたらと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。